お疲れ様です。今日ですね、こちら最新メガナイトスケバレ枯渇やっていきます。というわけで、環境にだいぶ染まったね、新しい方が生まれたんでやっていきます。で、元はインドラヤリゴブかな？で、ヤナムがザップだと思うんですけども、まあ、環境入れとけばエイヤロアーチャー、そして、まあ、大型対策ですね。インドラ抜いた分、火力がないので、まあ、陸系の大型すべて何とでもなるようなトリトン。はい、これがあることによって、まあ、エレジャーに対してだいぶ戦えます。まあ、なんならちょっと相性はいいぐらいまでね、はい、持っていけるんじゃないかなと思います。で、まあ、あとはね、アーチャー多い、多すぎ、強すぎというわけで、もうザップじゃなくてね、最近のメガナイトデッキはもうオールベーカーとかも入ってるやつも全部矢の雨にね、はい、なってますといったところかな。はい、まあ、今まで通りもう高回転でなんか攻めまくるみたいなところは何も変わらないので、今まで使ってる人とかからすると使いやすいんじゃないと思いますね。逆に使ってなかった人とかもなんかもう攻めまくればいいだけなんで、このデッキ結構単純にシンプルでいい気がする。アチャセパとかもね、しとけばなんとかなる。でさ、今回の相手がボムバルかな、これ、あのミリのアーチャー残したい。ミリアーチャー残して樽を割いたんでギャング追加で、まあ、雪を割いたらコウモリ追加したいけど、追加したってことでアイコレがあるんで、あ、はみ出てる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 、だいぶはみ出てるぞ。おい、いや、このダメージはめちゃめちゃでかい。そう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 、だいぶはみ出した、まあ、みたいな感じの、まあ、呪文枯渇デッキではあるんでね。アーチャー、コウモリ、ギャングスケバレ、それが高回転だから相手が4スペルとか持ってても、ついてこれなきゃね、俺の勝ちみたいな。そう、そんな感じで。スケバレは基本なんか飛ばしとけばなんとかなる。さあ、マスキ誘拐。まあ、来たら、コウモリ、アーチャーとかかな。まあ、勇気打たれるかもだけど、さあ、このアーチャーが、空にね、非常に優秀です。あとは、これ、まあ、難しいですけどね、こう、もうディガーでコツコツ稼いじゃおうっていう、やつです。お、うまい、え、スケルトン、早く、スケルトン、お、にゃー、キング起動。その樽はね、やばいね。しかも、このデッキはね、まあ、削れるっちゃ削れるんですけど、ディガーやなんで。守られると、だいぶね、戦いにくくなってくるデッキなんで。にえー、トリトン、マジで。さあ、ラッキートリトンがいる。さあ、マスキが残ってるんで、あんま今攻めたくないです。意外とね、対空ヘボそうに見えて頑張れますね。お、トリトンが帰ってくる。さあ、マスケを仕留めるディガーやなので、いや、メガナイトなんか爆走してる、なんかですメガナイトが沈降度を起こしてる。さあ、気づけば175。いや、いいね。なんかアーチャーがさ、程よく火力高いんでね、守れますよね。でさあ、ここは読まれない位置に飛ばして矢なめて終わりかな。さあ、言ったとこで、まあ、バルーンとかもね、アーチャーです。もうアーチャーをいかに多く出すか、たくさん出すかみたいな、全てアーチャーでなんとかする。それは言い過ぎですけど、ほんとそんぐらいのデッキです。さあ、アイスよろしく。スケールとか来てくれても美味しいんですけどね、まあ、環境ちょっと少なめなんで。さあ、ファイスピー、ファイスピーだとアチャクイロイフグだったりホグクエイクの香りがしますね。まあ、そういったとこには、まあ、トリトンでちょっとキング起動してあげる。まあ、あとメガナイトもあるんで、だから守ってディガー飛ばしてるのを繰り返してなんとかなりそうな気もする。さあ、ウッド咲いたんで、ハシマイギャングぐらいで。だからね、メガナイトはね、その多分出せるタイミングいっぱいあると思うんですけど、出さなくても良さそうなら出さないがやっぱ強いっすね。まあ、出しても強いんですけど、出さずにやっぱ回るデッキなんで、メガナイトとか出さずに、ね、よいしょ。相手ホグか、キング起動したいですね。
キョスケいるかもね、キョスケホグ。相手が攻めてきたりして、なんかええ形組めそうというか、まあとりあえずホグ来たらやべえとかなったら出せばいいんですけど、こういう時に自分から出してもあんま意味がないっすね。いやファイスピッツ強えな。今回ギャングはちょっと腐らっちゃうっすね。さあとか言うと来る。まあここ来たら踏みますよね。あんな来なくても踏んでもいいか。来た。さあやばい。え、こんなダメージマジ痛い。痛すぎ。痛すぎ。これキョスケとかにはね、あれが欲しくなるマジ。うんだら。さあちょっと入る。いやだいぶ入ってる。いやなんでそれを読むの。お、いやーやばい。これトルトンで序盤にキングギドできてないの渋いっすね。完封しないといけない。いや今からでも勝てるぞ。ワンチャンあるとマジ。はみ出るぞ。うわマジでワンチャンある。ガチでワンチャンある。しかもあれ釣れない。いやこのディガの位置下手か。うっ、うわー、おー僕金激動できなかったけど気合の耐え、ガチで耐えたな。いや危な危なすぎる。いやけどしっかりね、トリトンちょっと下手でしたね序盤。僕がちょっとホグキング起動であったり、あえてホグを毎回ねしっかり抑えることができれば、いやいいね。今の勝てたのめちゃめちゃでかいぞ。メガナイトってやっぱキョスケすごいね苦手ですからね。さあゴルナイエレキだとまあドリルとかペッカとかそっち系のデッキの可能性が高くなるな。さあトリトンが便利。じゃあそうっすね、ドリル系統っすね。ってことはマジゴルナイダッシュあれだけ俺が気をつければなんとかなる。マジ犯罪だ。なんで。あれそんな予定でもなかったんですけど。できねえか。いやー金ギド下手でしたね。さあここはちょっと受けむずい。むずくねえ。ギャング助けよかった。うっ、うわートリトン素敵。これゴルナイ走ってから死ぬの。これちょっとさ足したら辛そうじゃない。そんな気がしてた俺には。メガナイト飛んでアーチャーもう殴るの早いんだね。サスケブルじゃあトルネ使った。これエレキ間に合わないんで多分なんか来るんですけど、逆サイディガーコウモリまで見える。でエレキしかないんですけど、エレキのコストも間に合わない。折れるんじゃね。
いやギリ間に合うかな。あ、2倍タイム入っちゃったっすね。ズシャン、いやー来ない。いや、メガネとかつかな、これが強いっすよね。もう両サイ攻めまくれて高回転なんで相手がついてこれなくても、マジゴルナイだけゴルナイだけ危機感持って、さあアーチャー火力担当になりましたからね。さあ相手はもうシバトルネなのか諦めなのか分かんないっすよね。もうミスったのか、絶妙すぎるライン。さあもうこれはパーティータイム、何も止まらない。いやいいね、マジでメガナイト2つアーチャーが全てを変えてる。アーチャーいるだけで何とでもなる。トリマスセパしとけばいいかな。さあナイス、まあ矢なめとかがやっぱきついように見えるかもしれないんですけど、もう本当に攻める、攻めるが大事。攻めとけばあれ相手はね、その防衛でね矢なめとか呪文を使ってくれるんで、こっちは楽にね、ああ矢なめ使ったから低めアーチャーで全部受けれるねができます。さあスケバレだといいんじゃない、ラバ掘り矢なめが来そうですね。これさあゴブリンが入る、いや強、まあこれフェニックスかインドラかわかんないんですけど、まあ普通に今トリトンコウモリでさえも相手からしたら厄介、まあフェニックスかな。さあこれは右サイドスケバレは届いちゃうんで、まあ端前出してあげて左に、まあ両サイ削っていこうぜって感じですね。あとヤナムが強い、ラバの処理にヤナメ、あとスケバレ防衛困った時の、おさあそれやばい、あだいぶやばい、さあだいぶやばいことになったんですけど、見てわかるカウンターです。まあスケトレでどんだけ止まっちゃうかなって感じです。まあ俺は両サイド攻めるのがやっぱ正義なんで、いやいい防衛されますね。まあでもあれがめっちゃいりますね、スケバレがダメージトレードでだいぶ勝ってるんで、まあ今のぐらいは良しとしましょう。でこのアーチャーでさえもあの単品ディカスト無視されるんで、ババーババー、まさかのスケギンとかじゃなくてババっすね。さあギャング、いやギャング久々に使うよゴブリンでもいいし縦戦でもいい環境なんで、さあもうガンガン行ってあげてね。さあヤナメ使ったよお兄さん、やべ、あ延命したかったです。まあこれあれか、あげてこの後のキングおられない警戒しますか。さあ矢なめですらいらなそう、てか俺はあの113折らなきゃ負けちゃうんで折りに行こう、拾われたら負けとかあるか。あぶねえ、矢なめのダメージも覚えてなかったギャンブラーだった。さあもうあとはまあなんとかなるでしょうね。こうやってさスケバレ壊す、あ壊すかさすがババ矢の雨のダメージちょっと見とこう、111、なるほどね。じゃあこれで確実に一発入って、はいはいはいって感じでしたね。まあなんか形組まれて守るパターンですよね、スケバレアーチャーコウモリギャングで頑張って頑張って矢の雨も使って耐えるパターンと、まあ守れねえってなったら今みたいに捨ててねしっかり 2-1 で勝つプランに切り替えちまえばなんとかなるかなと思います。さあハイスピ、ハイスピやだな。さあ着衣、あまた巨スキョグとか多分そっち系ですかね。
いや、てか、圧着医療薬の可能性があるのになんで血目がないとした。これ、やったっすね。よくないっすね、これは。普通に忘れてた、さっきのさ、キョスケオグの印象が強すぎてさ、圧着医療薬の可能性忘れてましたね。さあ、大砲デリー。強すぎ、それ。いやー、マジであの、さっきのこの、ロイグのダメージ、いらんかったっすね。なんでメガナイト出したんて。圧着の圧にビビりました。さあ、まあ来たら守って、また同じっすね。まあ、ロイグ来るまでメガナイト出さなければ、なんとかなりそう。負け筋はクエイクで、全部持ってかれるぐらい。さあ来ますね。鬼のクエイク削り。これ強いんだよなー、マジ。さあ、もう相手からしたらガンイモっすね。イモるだけ。攻めるとかありえないよねっていう。さあ、これ、ウッドサイタンで、デリーが来るけど。ああ、ファイスピね。さあ、まあ、キンキしたのはちょっとでかい。大砲デリー、1コス。これやばいな。うざめに両サイ行ってみよう。うわー、ミスってる。デリバリーでおしゃれ筋起動しようとしてる。いや、でかさあ、今のダメージ相手笑えないんじゃない。俺は急いでメガネと回したい。いや、いい2周目ロイグ。これでも大砲使ってるんで、さあ受けがむずそう。ディガーが入る。でもこっからでも負けられます削れなくてね。これ矢の雨めっちゃ刺さるな。いいね。さあ、これもう一回守りたいですね。まあ、メガナイトいるんで。さあ、耐えて。山で撃ってメガナイトのコストを貯めて次で勝ちっすね。あぶねー。あのしょっぱなのね、変なダメージがなければより勝ちやすかったっす。さあ、危ない。また綺麗に近起動されてても危なかったっすね。メガナイトね、めちゃくちゃこのホグとかロイグにはまあ一般的には相性いいとはなるんですけど、やっぱ上手いプレイヤーはね、もう前半でメガナイトとか出した瞬間に、ラッキーって感じでもうすぐキング起動してくるんでね。気をつけないとね、逆に餌になって大ピンチになっちゃいますね。さあ、これ勝てば、12ウィンでございます。スケバレも飛ばし毒っちゃ飛ばし毒ですけどね。ああ、危ね。キング起動だけが弱点なんで、ラバー咲いたタイミングはいいでしょう。さあ、今回相手はラバースケキンなんで、まあ普通にラバ掘りかな。さあ、これ地味に両サイ攻めてます。相手が柳雨使ったんでね、それを見て、はい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 、両方あなたタワーないですけど大丈夫ですかと。え、いくね。さあね、今みたいな感じでトリトンとかもね、意外と頑張れば攻めに使えます。トリトンゴブリンとかトリトンコウモリみたいなね、
地面目でさ、気づけば相手のタワーがもうボッコボコです。まあ普通に形組まれたらねきついよねって話なんですけど、形組むのにはねやっぱそれ相応のコストがいりますから、僕ら白ハイヤルは。スケドラ来るかな。そうですね、来ますよね。さあこれはもう折られてもいいぐらい、キングは行かれたくないよねの控えめ防衛してあげて、いやなめ。さあ問題はこっからさらちになってんのなんかやだな。キング折られるか守れるかみたいな。ケツラバ、ういタイミング。ヤナメ使ったんで、いやてかヤナメ使ったとかもういらんな。俺は何を用意、相手のタワー見んや。ヤナメ2周回せばオイラの勝ちだぜ。はいっていう感じかな。もうやらんうちにはね、てかまあ重量級か、重量級にはこんな感じで両サイパッパ攻めると楽に勝てるかなと思います。というわけでこちらのメガネとコカツもやってみてください。お疲れちゃんでした。またねー。